はい、どうも皆さんこんにちは、テラソンです。今日はテラスコミュニティのみんなと一緒にバンガローにキャンプしに来ています。おー、いったー。今日はですね、なんでこのバンガローでキャンプやってるかというと、うちのメンバーが最近18人になってまして、メンバーの交流の機会をもっと作りたいなと思って、交流イベントとして今回の、キャンプを企画させていただきました。今日はね、バンガローに泊まりつつみんなでご飯作ったりとかテントの設営とかをしながら、交流を深めていこうということをやっております。テラスコミュニティ、最近新たなことに挑戦するっていうところで、かなりね煮詰まったプロジェクトをいろいろ作ってきて、だんだん動き始めてるところになってきたんで、今日はね本当に息抜きでやっていきたいなと思ってるんで、撮影はテラさんだけがやって、あとみんながこう楽しんでる様子をね、撮っていきたいなと思ってるんで、ぜひ、お楽しみにというか見ていただければと思います。あとは本当に僕たちの、記録というか、こういう活動したなって後から振り返った時にやっぱりいいなって思うと思うので、その記録を今日は担当でテラさんが動いていきたいと思います。ジュンビーさん、はい、今日は何の日ですか？今日キャンプの日です。何をしてるんですか？輪っか結んでます。輪っか結んでる？今輪っか結んで結べないんですか、もしかして？いや、結べます。本当にできますか？はい、できます。頑張ってください。はい、輪っかを敷いてます。あれ、まさか、はい、あなた、はい、ソロキャンプの王ですねまさかそっち、あなたソロキャンの王ですねYouTube のチャンネルの方じゃなくてあれ、そっち、じゃあ説明しますか？いや、大丈夫、万年どうぞ。アウトランダーカライフという名前で、キャンプ動画とか車中泊動画を上げさせてもらってます。ケイゴと申します。よろしくお願いしま す。もう本当に我々のキャンプには欠かせない逸材です、ね、ソロキャンの王。皆さんもぜひ、過去の動画をご覧ください。みなちゃん、はい、どうですか、初のキャンプは？暑いです。暑いですね。初のキャンプ、暑い中、初っ端から輪っか結んでるみたいな。輪っか結んでる。はい、どうですか、今日は。今日はテントを初めて立てるんですけど、はい、結び方も教えてもらって、意外と面白い結び方だなと思って、ちょっと勉強になります。あ、ぜひ覚えて帰ってください。はい、覚えて帰ります。イエー。さあ、やってまいりました、元帥みちこ。おい、元帥の力を発揮してるところですか？なんかこの椅子、しぼすぎてパイプが刺さんないですよね。そんなバカな、そんなバカな。若干ほら、形つき悪くない？ほんとどう、ね、まあ、座れば体重できっといい感じにはまるよ。こけたらどんまいやばかったらソロキャンの王に何か言えばどうにかなって。ソロキャンの助けて、うん、ハルヤくん、はい、どうですか、最近調子は？調子めっちゃいいです。調子いいんですか？はい。今は何してるんですか？今は、はい、応援してます今。なんかしろよなんかします。今日は、ここはどこですか、リッキーさん？幌加内の清和温泉ルオントってところに来てます。ルオントですね。はい、はい。今日は幌加内の清和温泉ルオントに来てます今ですね、こんな感じでタープを立てたりとか、あっちの方では、料理の準備とかを、ね、してるところなんですが、やっぱりこういう風にコミュニティメンバーのみんなでコミュニケーション取りながら交流をするっていうのが今回の企画なんで、それぞれがコミュニケーション取りながら、活動をしてるところなんですが、なんでこういうことをやろうかなと思ったかっていうと、今はコミュニティのメンバーのなんか言うて古参メンバーみたいになるところが集めてるような状況になってまして、これからどんどんと新規のねメンバーの方増やしていきたいなと思ってるので、どういう活動してるコミュニティなのかっていうのを動画で撮っていきたいなって思ったんですね。なんでこういう感じで動画を回しながらやってみてるという感じなんですが、 Vlog 上げるの久しぶりになるんで、多分結構グダグダになるかなと思うので、皆さんよろしくお願いします。ウィー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 。人生の熟練度マックスになったらいいと思うんですけど、自分の適性も若干見といた方が。いいよ、一度よ。そう、もうね、手結構ガッと折っちゃっていい。ガそう。はい、どうも皆さんこんにちは、JK ミヨナです。よくの人はい
給水所でーす。給水所で元帥の称号を持った人間が給水してるんだけど、元帥ってさ一番偉いだけじゃなくて全てに精通してるからこそ元帥だと思う。あー、何でもできるからってこと、ね、そう、何でもできるから元帥。なるほど。おーいったー、全然カメラ見てもいいよ。あー、ごめん。じゃあ離れてあの、それ溶けるわ。ふーってやるやつないの？あるわ。あれ、いいんじゃない？使うか。今じゃないのか。いや、今だ。あ、今なの。なぜやらない。終わったピーチ。計量カップ忘れたから、カチカチの米だけど。いや、死んでる。テトラドトキシンとかでしょ。トリカブト。そうだ、減量じゃん。ボクサー。全然平気。ピンピン。はい。どうですか今日は。最高に楽しいです。最高に楽しいですか。途中から合流すること決意したんですけど、はいはい、来てよかった。いや、よかったよかった。マジで最初から来るって言っとけばよかった。いや、まあまあまあ、それはね。まあ結果的に来ることを選択したことに意味がありますからね。どうですか結局、今日何が一番楽しいですか。今日やっぱり前回は結構、前回どこ行ったっけ。前回のキャンプの時は結局時間遅めで焼肉とか楽しむ時間そんななかったんですけど、今回は焚き火もできてて、で肉も焼いてゆっくり食べてお酒飲んでみんなで雑談できてるので、そこが一番楽しいです。仲深め合ってます。こういうことをもっとやっていきたいですね。もっとやっていきたい。毎日でもやりたい。わかる。やるべ。やろう。毎日やろう。もうキャンプ、いや、できるように頑張ろう。できるように頑張ろう。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ジュンジュン。はい。なんかもう出来上がってる感じになってますけど。最高に気分がいい。最高ですね。ブランデー飲んで。もう今、なんかもう泣きそうになってんじゃない。泣きはしない。もうあと目つぶったらもう素晴らしい睡眠を得れそうです。ああ。もうすぐ寝れるやつ。まあもうすぐ寝れる。ああ、最高ですね。なんかいつもよりトロトロしてるもんね。もう頭の先から足までトロトロな気がする。感覚がそんな感じがする。よかったっすね。いい日ですか。めっちゃいい日。ほんと。はい。今後もやっていきたいですね。もう、まあ、月1はちょっと欲張りすぎだけど、やりたいっす。そうですね。月1ぐらいでやりたいよね、でもね。まあ、ぶっちゃけ言うと。まあ、うん、もろもろ全部無視すれば。そうっすね。予定とか全部無視。うん、いや、やっていこう。やりましょう。はい。Yeah。Yeah。そう。顔が曲がってますけれども。俺？はい。どうですか。ちょっと前まで来て。はい。どうですか今日は。今日っすか。今日久しぶりにこうやってキャンプできて楽しかったです。楽しかったんですか。あ、楽しいっす。今ナウもめっちゃ思う。今何が楽しいっすか一番。今は何なんだろう、肉食ってんのが一番楽しいかな。肉食ってんのが、肉食ってる時が。なんか小学生みたいな感想ですね。実際どうですか。実際こんななんかみんなで、しかも なんつうの、家族じゃない人とこう一緒にキャンプするっていう体験は。いや、もう去年もやったんですけど、また人数多いし、なんか楽しいです。いいですね。はい。小学生みたいな感想ですね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、宮梨。はい。写真撮りたかった。はい。いや。
大丈夫です。もうちょっと前で出てきてもらってもいいですか、はい、今日どうですか。今日楽しいです。楽しいですか、はい、よかったですね、はい、何が一番楽しいですか。全部小学生みたいな感じですね。ありがとうございました。ありがとうございました。他の人しかねえから俺の感想述べよう。どうも皆さんこんにちは、寺さんです。また寺さんの Vlog タイムがやってまいりました。どこが一番明るいかな。まあ今こんな感じで皆さんいい感じになんかしっぽりやってたところですね。で今は一部のメンバーがなんか包丁研ぎに行ったりとかしてます。こんな感じでテラスコミュニティではなんかキャンプやったりとかしながらみんなでコミュニティの絆を深めようというなんかコミュニケーションを深める活動を行ってます。でやっぱりこういう経験を通して自分たちが何か作り上げるっていう経験をこれからもどんどんやっていきたいなと思ってるので、興味のある人はもうどんどん、アクションを切ってですね、声かけてもらえればなと思います。これからテラウスコミュニティの、ちゃんとしたホームページとかも作っていってその中で、人を勧誘するような動きも見せていきたいなと思ってますので、何か一緒にぶち上げたいなとか新しいことに挑戦したいなと思っている方はぜひ声かけていただければと思います。これを引く。はい、これちょっと見て、火星をちょっとなんかそういうちょっと特殊なやつ砥石、ちょっと NG って書いてある。そう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 、霞包丁はね、天然砥石使った方がいい。リッキーが包丁研いでくれた。やったやったこれなんか触らないこれね。リッキーさん、はい、どうですか。あ、気持ちいいっすね。気持ちいいっすか。最高に気持ちいいっす。何が一番気持ちいいっすか。いやもう、キャンプ楽しんでもらえたのと、研いだ包丁、こうね、気持ちよく切ってもらえた。もう今日リッキーの特技だけで成り立ってる日だから、ね、そうそれでしかない。完全にリッキー様々の日だから、ね、自分の動画撮ろうかと思ったけど、うん、もう途中からいいやと思ってもうこれ一本だけでもいいや。いやもうまたやろね。またやろ。元帥今日いかがですか。最高でしたね。最高ですか、うん、何が一番良かったですか。何が、いやなんかコミュニティのメンバーみんな知ってたし、もう何年、1年 ?2 年活動しててみんなの声は知ってたしさ、うん、あらかたどんな人間かは知ってたけど今日初めて会ったメンツが半分ぐらいいるじゃん。うん、じゅんちゃん、はるや、みものちゃん、うん、うん、なんかようやくね会えたねってコミュニティっぽいことようやくできた感じ。そう、七夕で彦星様と再会しましたね。マジか。心待ちにしてた。心待ちにしてた僕は。さあ、今手引いてて。え、なんかあれみたい、ゴーストライダーの青いもの、ね。地獄の炎のこの赤色が突然青色になって、ちゃんと打点しルシパとして出ましたね。あれ、あの色だよ。青色。赤色が青い炎になって、救われるんだよ。ゴーストライダー。コテキャンって誰言い出した。俺、あ、天才だやっぱ。マジかよ。コテキャンはやばいね。天才なんだ。うん、天才。コテキャンで天才取れるの。人間だって誰も思いつかないマジかよ。やっぱ俺だけ人間じゃなかったか。そう、さて、オットセイとか取るのか。オットセイ。あのさ、完全にそれはさ、呪詛の塊なんだよ、その顔は。呪詛の塊それ。うん、あ、ほら、オットセイ。オットセイ、闇を払って、闇を払って払うぞ。どれ。こんにちは、ということで、飯を食べてきました。いよいよ、荷物の、入れ込みとかをやって、確認ができたら、いよいよ帰ります。いや、今日皆さん、どうでしたか。最高でした。最高でしたか。楽しかったです。楽しかったですか。どうでしたか。超最高でした。超最高でしたか。どうでしたか。楽しかったです。楽しかったですか。
もうなんかもうみんな幸せオーラ漂いすぎて言うことないよ言うことないっす幸せな顔しちゃってるもんねもう出れますリキはい今回あのリキめっちゃ頑張ってくれましたけどいえいえあれですかもしかしてあの対価を支払わなければならないですかもしかしてああ外してくれないよ私もしかして対価を支払わなきゃいけないですかはい、ありがとうございました。